ラジオホットキャスティング『赤瓦町便のゴブリービラ放送804回目の今日は6月の4日沖縄・内永久米旧歴では新・河の16日見の日やいびんやさて東海岸の旅最初これから行ってみましょうかね久々に行ったら上等になっていましたね串に観音堂っていうのがあるんですよえ九州落はと古島って言ってるんですが そこにある石の観音像を祀ったお堂です。地元ではティラと呼んで、あの収められている石仏をね。ティラの短命と呼ぶそうです。だ綺麗になっていてね。結構、あの姿がはっきりわかるようになっていましたね。350年ほど前の1674年後期13年に串間切りを収めていた小径留具、宿皇子、長陵が作らせたそうです。 旧暦の1月18日と9月18日の2回集落で覚えますね。これね。建物は全てね。チャーギ犬巻きを使ってまして、昭和48年の修繕の時になんと1本97枚もする。原木を買って作ったそうですよ。骨組み以外の、えー、木材は全てチャーギだそうです。で、この間行ったら再建されていましたね。修復されていましたね。こんな伝説があるわけ。 昔ね、周囲の東美龍地の人が中国に来ましてね、とっても美しい観音様を見て、沖縄にもち帰って祭りたいということで、船に積んで沖縄に向かったそうです。で、これは周囲に祀ろうとしたんでしょうね。周囲に近い港で降ろそうとしたら、観音様が、串子ごあかい、串子ごいと、串に、串にといったもんだから、観音堂を作って祭ったという伝説があるようですよ。重い便や さて平日限定日帰りで癒やされる大人の遠足サザンデランチ・ブッフェとエンジンの湯6月の21日火曜日27日火曜日それから7月6日木曜日のあ6日木曜日の3回やりますがちょうどね土曜日の新聞載ってます昨日の新聞載ってますんでね詳細をご確認くださいねえ昔懐かしい乾燥梅干しで有名な酸っぱいマンの工場を見学して旬の食材地元の食材を使った おしゃれでおいしいブッフェの,あのサザンビチリゾートのバイキングそして幕末に通訳として活躍したジョン万次郎の醸造と沖縄有数の砂浜海岸大戸海岸を訪ねまして天然温泉園んの湯で風景を眺めながらゆったりと癒されて最後はお土産タイムですよ「道の駅糸満でお刺身などをゲット」「磨く心も体も満足大人の遠足へどうぞ」 料金は大人一万円となっておりますが、沖縄再発見ネクストの対象なので、これを使うと大人八千円。さらに平日なので地域限定クーポンが二千分つきますので実六千円ということになるんですね。日頃の生活を離れて癒されてみませんか。平日限定日帰りで癒される大人の原則。マッチョイビンドスサイゼロ五ゼロ五五三三二五二五ゼロ五ゼロ 五五三三二五二五、25 25沖縄ツーリストまでおにぎりです。それでは、次のコーナーです。沖縄のなんだ、今日はジファーの話しましょうか。かんざしですよ。とまりたかはしに、なんじゃじふあうとち。一回のわきてぃとめティさすら。とまりたかはしに、銀のかんざしを落としてしまった。 いつか明るくなったら探してもう一度指すこともあるだろうかという歌なんですけどもねこれね「泊まりたかわしナンジャジファ落とし」というのはね実はこれ筆者のの奥さんん歌らしいんですナンジャジファを落とすというのは銀のかんざしを落としたという意味なのでつまり士族の身分を剥奪されたという島に流された時に歌った歌だと言われています。 王国時代はねんざしで身分を示していまして金銀銅が士族それから心中別公紀は平民と分けられておりましたですで士族の中でも国王から味までは本福友久我に黄金三士官これは王国内で摂政に次ぐ行為の官僚なんですけどもね 本かんしが黄金副かんしが銀その他の種族は本、副とも銀なんじゃジーファって言うんですねで、百姓は真鍮のかんしだったそうです女性はというと通常は一本で清掃の時には二本刺しますで、女性の本かんざしは半月刑で王妃が鳳凰の模様の金のかんざしそしてアジの婦人以下は銀のかんし百姓は 金のかんざしだったそうです。でもね、士族に使えるあの百姓とか金持ちは。令衣装の時は、別っのかんざしを刺したそうですよ。これを分かれば、刺しているかんざしで、身分がわかるっていうお話でした。さて、赤瓦長敏という久米島のうぐすく物語。六月の二十八日に出発して、二十九日に帰ってくるという。一泊二日の旅ですが、これね。ね 久米島には、ね、あの石垣がよく残っているグスクはいつぐらいありましてそれがどう作られたのか誰が作ったのかでどんなふうに滅んだのかといったね物語が全部伝わってるんですよ。でそのグスクの工房それから伝統工芸になっている久米島紬の見学五枝の松不思議なお化け坂といったね非常に風光明媚な久米島を2日にわたって楽しむツアーとなっております。宿泊夕食がリゾートホテル久米アイランド 料金がね、三名室だと三万三千円、二名だと三万四千八百円。一名だと三万八千八百円になるんですが。こちらも再発見ネクストを使いますと、五千割引。さらに地域クーポン二千がつくので、実質七千円の割引となります。お申し込みお問い合わせは、ゼロ五ゼロ、五五三三二五二五、ゼロ五ゼロ。 55332525残席が少なくなってますので早めに申し込んでくださいねマッチョウィンドッサイそれでは次のコーナーですガクモンドヤイビークとグブリーサビラおたきやうがんじゅ神様にいらっしゃるところに席巡るとかで入る時にはですねガクモンドヤイビークとグブリーサビラ勉強できましたので失礼しますと挨拶してから入りましょうね さてマジネの話ねアンマークート夜ね子供がるときに現代で怖いのは車ひとさらいですよねで昔は目に見えないマジムの類がとても恐ろしいのでねお母さんがアンマークートタガンダンお母さんの方に誰みたいなやつと唱えながら額に三回をつツバをつけるというのがアンマークートというマジネです次これ結構ね あのよく聞かれるんですよ。ハブヨケンジュモン。ハブヨハブ。ワインャンカジノカ。ワアガウルスタチにホーテウルモンダレ。オーダチサーニブッタタチュンドよりより。ハブヨハブ。私はムカデの子だよ。私が行く先に張っていたならば、蒼い時でぶった叩くよと唱えるそうですね。まじない。見えないものを信じているかどうかで効果が違いますよ。大切な沖縄の精神文化守。って 行きたいものですね、えー、東海岸応援隊のつもりでかけましたよ。さて皆さんね、えー、とこの大人の遠足のツアーなんですけれどもこれねいつもとおりあの沖縄市の中の町とか浦添とか那覇で迎えていくわけなんですけどもこのねまずあのサザンビーチリゾートホテルなんですが旬のね素材を使ってるということで前回実はあの誘われて行ったんですよ。そしたらねちょううど北海道ということいこで鮭 鮭を使ったたメニューがね出てみたりとかそれとその地域の、ね、ものそれから旬のものを使っている非常にあの美味しくてまた綺麗でで、ね、パティシエさんが、ね、作ったお菓子も出てきますので非常に楽しめる、えー、昼食場所となっております。それからね、まあ、メインになるんだろうかこの、えー、天然温泉エンジン湯なんですけどもこれねエンジン湯って名前ついてるでしょ面白いでこう実はあの,地下を掘って、ねあの 天然ガスが出ないかかどうか出掘したんですねそしたらねずっと深いところを掘ったら地層がこの何億年か前に至ってもうマジで人類が生まれてきたエンジンと呼ばれている人が生まれてくるような地層までぶち当たったんだってでそっから現代に至るまでのこの昔の海水ねこれが閉じ込められてそのままこれがこの上がってきてるということなんでねまさにエンジンジのの時代の海水を閉じ込めて 現代までのとブレンドされているという非常になんかすごそうなな成分が含ままれてている温泉となっておりますそしてね海が見える広い浴槽でゆっくりすることもいいですしそれから滝があるんでねちっちゃい滝があるんで滝で落とせながらゆっくりするのもいいし何よりも美容健康にもいいですよっていうところなんでねそこでゆっくり癒されて最後はえっ、ー、と。 道の駅とんでね新鮮なお刺身とかね、まあ、夜の楽しみもあるでしょうしそれから、あのーね、お家の方へのお土産ちょうどここに再発県の,の、ね、限定クーポンを使うといいんじゃないでしょうか「平日限定日帰りで癒される旅大人の遠足サザンデランチ・ブッフェとエンジンの湯」6月の21日火曜日27日の木曜日それからあ火曜日7月6日の木曜日の3回ありますよ。 よかったらね。あのー、ちょうど昨日の新聞に載ってるんで参考になさってくださいね。マッチョウィンドウさ、はい、それから6月の28日と29日には久米島に行きます。久米島のグスク物語これね。久米島をね。ちょうどその支配したというかまとめたね。知名川味っていう味がいるんですけれども、子供たちをね。それぞれのグスクに配置しているわけで、そのグスクがどんねって建てられたとか。ここに建てなさいっていうお告げがあったとかね。そんな風な物語。 それから中山に滅ぼされちゃうわけなんですけれども滅ぼされた時の物語そういったものがねはっきりと残っていてしかも高いところにある沖縄一高いところにあるグスクといいうこでで眺めも素晴らしいですねまあそれから「比叡城板太」というところから見る「眺め」も素晴らしいですしねあと久米島つもりねの,あの工房にも行ったりしますんで。 大変見どころあふれている旅となっておりますまあ、料金がね、まあ、3万円余るんだけれどもえー、と再発見ネクストを使いますと5000円割引さらに地域クーポン2000円分付きますんで7000円の割引ということになりますこの機会にぜひね、えー、久米島に皆さん行ってみませんかまあ、6月28日水曜日と、えー、29日木曜日ということで平日ではあるんですけれども よかったらご参加くださいね。こちらは空港に集合して帰りも空港ということになります。まっ、あ、ちょい便でどうっさい。えー、ゆむやまの4クするうち2、ね、時間のちょい便。東海岸応援隊をできるだけ続けていこうかなと思ったんですけども。皆さん気づきました東海岸って沖縄県を、沖縄本島のね、を支えているんですよ。なんでかって。だってほら、ずーっとね。 続いて、えっ、ー、とマニシャラタにあの石油タンクもあるし、それからグシ川、石川、金っていう風にね、ほらあのー、発電所が続いてるんですよ。ということはあそこで発電して全家庭に送ってますからね。沖縄県の電力事情を支えている地域だということが言えるかと思います。それから面白いのは小橋、それから金丸、そして 雨下りと今南から順番に行きましたけれども中越区湾岸から琉球歴史の人物が登場してきてるんですよねとっても興味深い地域ですねえ番組のご案内や赤瓦町民ネイビータージョンチチコミ装置一平二平デービル